わけですよね。改革者、革命児だったわけで、一度まあナポレオンに失望してもですね、あとは例えば自分の物語として完成させることもできたという見方になります。まあ、三楽章とかね、ホルンが3つ出てきて、もう いかにもね、馬に軍人が乗ってるみたいなね、いかにもナポレオンっぽいというかね、そういうヒーロー像を描いた感じが出てくるんですけど、うん、で二楽章にね、そのフューネラル、お葬式の音楽みたいなのが来てる。だからここで誰かが死ぬ、ナポレオンだか過去のベートーベンだかが死ぬ。で三楽章ではティティーン、ティティータタン、ティティーン、ティータタン、なんか馬に乗ってるヒーローみたいなの出てきたりとか。で四楽章はですね、ラードジラジラジラドルディ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 ルラガタ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 ン、ちょっとびっくりするような始まりの後にですね、ベートーベンの大好きなバリエーション変奏曲っていうのが続いていくんですね。でこのね、四楽章に今度は変奏曲が来たぞっていうですね、もうちょっとね、異例の構成になってるわけです。しかも長い。でその過去のこれまでの音楽ね、まあはるかにやっぱり時代を進めたというか、大きく飛躍させた感じするんですね。まあこういう曲は確かになかったです。まあこっからなんというかですね、まあ言葉はあれですが、ぶち上げてるというかですね、まあ、確かに本領発揮といえば本領発揮なんですね。この作品はすごい作品です。で、4番その後ですね、4番はね、まあその反動というかですね、まあ、ちょっと女性的な曲みたいな表現のされ方よくします。まあとは言ってもですね、4番も4番でやっぱり意欲的なんですよね。そのどの作品もそれぞれ違った個性が際立ってて独創性が発揮されていると。4番はいきなりですね、こうなんか深い洞窟で瞑想でもしてるのかみたいな、ちょっと不思議な雰囲気で始まりますね。この4番の女装もね、こういう曲は多分過去なかったんじゃないですかね、当時までね。まあ古典派っていうよりも、まあ、この女装なんかもですね、まあロマン派にも入ってると言ってもいい。まあここから入ってるとされますけどね、よくね。うん、で、まあ4番極めて明るい曲ですね。ランバ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 ランピンパンティンテッタティテトティトティタタティトティトラリレドティドティバラン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 バ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 ン、まあ大盛り上がり。まあ二楽章もね、なんかギリシャの女神みたいなね、非常に女性的な曲。ミレドシドミレドシ、まあ優美な旋律っていうかね。三楽章は相変わらず、まあ、全部スケール調でですね、ちょっと刺激的な楽章になってる。4番とかもね、3番もそう、全部そうですね。バリタレティラテタリドラバドラドリロロリロラドダと、まあ4楽章そうね、結構明るいです。難しいんですけどね、オーケストラね。はい、まあ確かに全体の中で見たらちょっと女性的なポジションと言えるでしょう。で5番ですよ。まあ、これが俗に言う運命なんですけど、まあ、運命というのは通称でね、まあ、一応書いておきましょうか。括弧運命。でね、この作品がすごいね、まあ、3番もすごいですけど、3番の方がもしかしたらすごいかもしれない。でも5番は5番ですごいっていうね、この2つはすごいですね。うん、まあ、これはまあ、世間の評価通りででね、これがもうロックの神様ベートーベンっていう感じの始まりでですね、まあ、とにかくすごいんです。でベートーベン交響曲第5番の解説っていう動画もね、スコア出しながら撮っておきましたんでね、まあ、詳細が知りたい方はそちらご覧ください。うん、いやーな、クーデターっていうかね、下克上っていうかね、一揆っていうかね、そういう感じですね。ちょっと一旦今までのね、音楽の歴史をまあ、一旦否定してしまうみたいなね、弁証法っていうのがありまして、そのさっき言ってたヘーゲルがヘーゲルの代表的な考えみたいな感じでね、弁証法って出てくるんですけど、 A でもない B でもない
さらにこう議論を先に進めるっていうかね、アイデアとしてはもう A と B をこう融合したものだみたいなね、そんな話だったと思うんですけど、一旦否定するんですよね。それまでの音楽史の流れっていうかね、蓄積を一旦大きく否定する。まあ大工のね歌詞でね、こんな音楽ではないって言って否定するんですけどね、まあそれここでやってる感じですね、うん、でね、あの破壊のための破壊だったらですね、この後に残るのがもう廃墟っていうかね、荒野っていうかね、もう何もない世界、まあ、ベートーベンはちょっと違ってですね、創造のための破壊っていうのがベートーベンの大きな特徴なんですね。で5番で、まあ、新たな新天地を開いたっていうかですね、ベートーベンを尊敬して後に続いた作曲家たちっていうのはね、ブラームスにしてもそう、シューベルトにしてもそう、まあ、ワーグナーにしてもそう、まあ、その後の時代の人たちもね、まあ、きっとそうなんでしょうね、うん、近代のね、現代音楽の作曲家でもね、ベートーベン尊敬してる人はあのやはり、結構いると思いますね、うん、で、まあ、だから、5番がまあすごく革命的な曲だった。でね、ロック音楽、うん、まあ反体制みたいな、感じの音楽で、まあ、始まる、うん、2楽章とかね、やはり綺麗なんですけどね、ミラドドシラドファラシドレドシレソシミソドシラファシ、3楽章は4楽章に向けての振りみたいな曲でね、ドミレファソソシドレファミレ、ちょっとミステリオーゾって言いますけど、ちょっと怪しげな雰囲気で始まって、そのままアタッカーってね、四楽章に直接休みなしでつながっていくんです、うん、でこれ一説にはですね、あのエロイカと同じように極めてね、この実際のこの政治的なテーマをね、こう描いているっていうことをね、アーノン・クールさんっていうね、古楽の大家、古楽っていうのはですね、まあ、古い音楽っつって、まあバッハとかベートーベンとかモーツァルトとか、その当時のね演奏様式をもう一回復活させる、研究し直そうっていう人たちですけどね、うん、まあね、僕まあ5番っていう曲好きでですね、まあこのね、とりあえずこうもう超有名ですかね、これね、うん、超大ヒット曲、で、こっからですね、5番の後ね、結構ね、まあ成熟してくるっていうか、円熟味が増してくるっていうかですね、まあだんだんその、だんだんやっぱり、まあいい意味で年を取っていく感じがしますね。まあベートーベンの寿命って、まあたかが知れてますよね。56歳没。となったら、やっぱりその、当時のその56歳っていうのは、今でいう感覚がね、その、もうちょっと後ろ、厳密にわかりませんが、70歳とか80歳とか、まあ、そういう感じだったのかもしれない。なんかまあ精神的にこう、ちゃんと56年の人生の中でこう、悟っていくというかね、年を取っていくような感じがします。でね、だから1808年っていうと、だから、だから38歳ってことね、うん、まあそうね、38歳にもなってくるとですね、いろいろ分別もついてくるんでしょう。で、あ、これ田園ってやつですね、うん、田園って曲はね、あのちょっと難しいんですよ。まあ、いわゆるそのベートーベンも好きだったその、まあ、ドイツの自然みたいなね、自然がそのままテーマになってるんですけど、自然がそのままテーマになっているが、どの交響曲もね、やっぱりベートーベンの人生の主観というかですね、感情、自分の感情みたいなのが結構入ってるんです、最初から5番までね。で6番だけね、一応そのまあもちろん自然を、あ、綺麗だなとか美しいなとか好きだなって思ってるベートーベンの感情なんですけど、それだけじゃなくてやっぱりその外にある自然っていうものをテーマにしてるんでね、なんかその感情の入り方は違うんですね。まあそれがゆえですね、結構あの音楽家からはですね、ちょっと難しい曲と思われてます。
その前まではね、あのすごい喜びとかすごい悲しみとかですね、すごい情熱とかすごい反骨心とかですね、まあ、分かりやすかったものがちょっとね、どう演奏したらいいか分かんないみたいな、あのプロにとっては難しい曲ですね。うん、はい。まああとね、語学賞形式、珍しい。語学賞形式は、なかったですね。うん、語学賞形式っていうのも特徴。なんで語学賞になるかっていうとね、